見てもらったら分かるように形が一つ一つ違ったり、葉っぱの色も違ったり、色も紫だったり赤だったり白、いろいろある。そこの土だったり気候風土っていうものがものすごく反映されている。その赤株なんていうのは寒くなればなるほど真っ赤になっていくなんていうのは、食べる味だけ、栄養的なものだけじゃない魅力っていう。